うわー、ユラク城に来たぞー。宿泊チケット1枚しか持ってこなかった。何やってんすか。これミールだから。ミーミーの宿泊チケットが欲しいか。それなら探してみ。この旅館のどこかに置いてきた。制限時間15分、風船割り鬼ごっこ、よーいスタート。さあ始まりました、風船です。今回は千葉県にある東京由楽城さんにお邪魔しております。このところめちゃくちゃ広くてもう楽しいんですけど、チケットを、ね、ゲットしないと宿泊チケット止まれないということで、全力で探していきたいと思います。見てください、このミーミーかわいいシールをミーミーに渡すと10秒間停止させることができるみたいなんですよ。やっぱミーミーちゃんってかわいいって人に言われることが大好きなんですね。だからこれをいっぱいね、ちょっと探したいと思います。私ちょっと意外と人に比べたら足が遅い方なんで。そうです。で、宝箱を探してチケットのかけらを見つけます。宝箱結構難しいらしい。あとチケットのかけらがあるらしいので、はい、探していきましょうね。東京有楽城さんね、めちゃめちゃ広いんです。あ、なんかありますね。神社ありますね。すごいね、お賽銭とかもあってね、神様も祀られているんでしょうか。といった間にね、宝箱発見しましたね。これ開きましょう。これトラップでした。ただのトラップでした。始まりました。ミーミが今回は鬼を任されたということで、嫌なので帰りたいと思います。珍しいね。珍しい。なんかシュンシュンが今回構成だったんですけど、なんかミーミーに面白いことしてって言われてすごいプレッシャーでやばいんで。ミーミーいつも面白いよ。あ、やばい、20秒数えてなかった。そろそろ言っていいかな。うわー、ダンスホールに宝箱ありました。せーの、はい、やどやどチケットです。チケットのかけら1個ゲット。みんないる。ダンスホール。ミミミミ、今日もかわいい。ミミ今日もかわいい。ありがとう。何この写真、全然可愛くないんだけど。あっ、これ写真くれー。ミーミーかわいい。みんなこれ持ってんじゃん、マジで。え、何個あんのこれ。絶対ね、浴場には隠されてるんですよ。じゃじゃん。いや、めっちゃ広い。広い。こういう大声もね、普段は出してはいけません。だがしかし今回私たちは特別な許可をいただいておりますので、大きな声で歌うこともできます。ラーラー。え、男湯があります。女湯があります。どうしましょう。鬼がそこにいるんで、お湯にあります。ねえ、面白いことって何すればいいかな。何すればいい？あ、発見者だ。あの鬼容赦なく見つけてくるんだけど。あ、宝箱だ。なんだろう、え、紙なんだけど。なんだろう。は？バーカ。いや、もう違うじゃん。違うじゃん。
俺じゃん、やっぱり行くの。考えろ、俺の、なんで俺のが先に入ってるんですか。なんでお前が先に入ってるんですか。ここに、あるやん、ここに。え、ほんとや、水風呂。俺サウナ入ってないんだぞ、まだ。サウナあんの。あ、あるじゃん。一旦サウナ一緒に入りません。フィンランドサウナ、入ってみる。じゃあ、浴衣脱いで。あ、浴衣脱いで。ケット、あと2枚ですかね。あと2枚だね。あれ、ここはみんな見たかな。え、普通に置いてある。お、これ3枚も見つけちゃったよ。で、ドミちゃんさんがここにあったから、あとはストがない。ちょっと疲れちゃったな。ちょっと疲れちゃったんで、よいしょ。何してんの？ダメだこりゃ。やばい、疲れた。やっちゃうやつ、これ。やっちゃうやつ。やっちゃうやつ。体をさ、洗ってさ、こうや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 ってさ、しっかりさ、しっかりね。しっかりかけたってさ。あら、じゃあやー、最後だ。得てます。特別な許可は得てます。でも特別な許可。え、みんなどこ？ドッキリ？消えちゃった。待って、見つけちゃった。じゃーん。あ、のびちゃんさん。あ、本当に。すごい。あ、めっちゃちっちゃい。毛見つけた。今ね、私お風呂行ってきたんだけど、女湯、うん、ユスさん捕まってた、多分。え、で、シュンシュンもまだ0枚だって。え、何やってんの。ね、あとだから、地形、あと2文字ぐらいかかな、ちょっと遠、うん、はい、見つけよう、すごい。可愛いシールをめっちゃ集めてる。あ、1枚あげる。え、いいの。え、ありがとう。待ってね。優しい。頑張るね、私。頑張ろう。さっきは何回も捕まりそうになってるから。え、頑張るの、ここ。あー、コーヒー牛乳飲みたい、上がってください。お金ないです。私もお金ない。おごって。昔もおごったし。じゃあ、よっちにおごってもらおう。後で。え、男湯にいるのか。いた。女風呂入っていきます。ゆっちさんが体を張って滑ってくれたので。俺の最悪な下品な下ネタで。おっ、入ってる。きた、かけらゲット。よし、なんかもうちょっとあるって言うんだよな。奥見てない。
お、見てあそこ、あるある、あれ絶対宝箱っすわ。はい、宝箱見つけました。はい、それじゃあ次の人。お前開けろよ、開けろよお前、開けろってお前、そこだろ醍醐味よお前。じゃあ醍醐味はこのお風呂浸かるところですって。浸かってないんだよ。俺がそこを飛ばしたところに突っ込んでほしかった。あ、そういうことか。お前スルーすんなよって風呂スルーすんなよって言って。あ、ごめんね、ちょっとごめん。違う、お前のやり方が違う。今違う。いや、いいお風呂ですね、さあちょっとね、ゆっくり肩まで使っていきましょうぐらい振らないと。あーな、そう、入る前に、ね、そうだよ。いや、そうっすわ。そうだよ、お前俺がちょっと、お前がちょっと振りが甘かったんよ。そうだよ。なるほどね。露天風呂ちょっと行ってみますか。この露天風呂すごいから。うわすごい、見てくださいこの露天風呂ね、すごくない、この広くない。奥だよ、奥、奥行くんだよお前。もうちょっとあるんですか。そうだお前、それ全貌見てからのセリフだよお前。こっちか。すごい、見ても綺麗綺麗だな。お、空もめちゃめちゃ綺麗、ほら露天風呂日和だ。うわすげえ、めっちゃ綺麗、やばい、映えてるよ今。入ってみろお前、壺湯あるぞそこに。ほんとだ。うん、せっかく大きい、大きい、大きい、よいしょ、うん、気持ちいいこれ。お前一人なんだよ。なんで二人ぐらい入ってる想定で入るんだお前。お前一人なんだよ。気持ちっすわ。もっとお前、壺湯なんだからお前、全体で、そう、贅沢風呂なんだから。お風呂場見てないけど見に行ってみようかな。お風呂場に入るときは水着に一旦着替えますね。では特別な許可をいただいておるので、みんな真似しないようにね。宝箱あと2つぐらいあると思うんだけどな。こういうお風呂のシャワーのところかな。みんなは携帯やカメラを持ってお風呂場に入ったらいけないからね。入れたー。うわー、ドッキリこれ。おい、遅れてんなー。おい、おい、もしいない、いない、いないんだけど、そんな、おい、隠れてんだろ。もしいない、もしいない。あの彼氏に聞いたら一回、見てないか。ねえねえ、ダーリン、おかえちゃんのこと見てない？俺、おかえのこと好きになっちゃったって。別れな。キモお前、大っ嫌い。あ、私のポニーに聞いてみる。ねえ、おかえちゃん知らない？女湯だって。女湯？15分しかないから。お、おかえ、おい、待って、ちょっと。なるほどね。え、そうだかもしれない。めちゃくちゃバレてる。めちゃくちゃバレてるかもしれない。めちゃくちゃバレてる。ちょっと遅れてみる。ちょっと隠れてみる。隠れてみるか。あ、これもこれでいい。え、おかゆの女風呂覗いてた。うん、気づかれてた。気づいてたんだ。なんだ。おかゆ、女湯入ったら男子がいたの。その方がおかしいでしょ。え、でもさ、髪の毛かんかったことない。え、もう終わってるよ。あ、それでおかゆ食べるのは違うと思う。そうじゃない、やっぱり。みみちゃん、誰もいないんだけど。
のかけら何個見つけれましたか？何個かな？知らない。嘘。男子2人で見つけた1枚。おお。と？と？これ3枚。え、すごいすごいすごい。と？分身も1枚。お。めちゃくちゃやない？何これ？宿泊チケット。あ、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 足りない。1枚足りない。うわあ。ということは1枚足りないということで、今回はミーミーの勝ち。マジか。でもミーミーごめん、チケット破っちゃったから誰も泊まれないや。なんと7月21日に東京の有楽町朝日ホールにてイベントを開催します。イエーイ。チケットの詳細はこちら。みんな忘れずに応募してね。当日待ってるよ。今年も一緒に遊ぼう。あ、ごめんね。なんで？だってさ、泊まるためにさ、入国したんじゃないの？そうだよ。でも破いちゃったから。でも破いちゃった。患者さんぐちゃぐちゃにしちゃったし。ごめん。帰るしかないの。帰るしかないわ。帰るしかないですよね、よっちさん。じゃあ俺が払うよ。えー